今回は、えー、左のに対すする、えー、上からの攻めですね、えー。前々回までは、えーまあ、横からの攻めで、えー、前回は、まあ、あの角のな斜めのラインを使った攻めを紹介しましたが、えー、今回は上からの攻めですねを紹介したいと思います上からの攻めというのは、まあ、玉頭ですねこの辺りですねこの辺りの攻め方ですねで、えーまあ、左美のこの2三玉とこう上がっている形は え王様が1段上に上がってますので、えー、攻め方としては、まあ、あのこの玉頭戦っていうのは非常に有効になってきます。で、えー、まあこれが一番あの左ミノに対して、えー、まあ弱点をつくという意味では一番有効な手段なのかなとあの思,思うんですけれども。 まあ相手ににとととって非常に嫌な手ということですね。あの例えば、まあ、部分的なんですけれどもこういった局面があって、えー、お互いにえ角をこう睨み合ってるような状態とかですとでもしこれ下の手番ですと、えー、いきなりこう譜をついていくような筋が成立します。これはえ同歩ですと負、えー、を打ちます。 これはあの同玉と取ると22角なりと角をタダで取られてしまうので王様逃げないといけないんですけれども逃げ場所としては12か13ですね13ですともうこれいきなり桂馬を跳ねてでまあ王様引くしかないんですけれどもこれで15とか8攻めをされるともうあっという間にこうあの左見のがですね崩壊してしまうんですねでこうなると この辺りの金銀がこうはあの横からの攻めには非常に強いと言ったんですけれどもえ上からの攻めですねこういった上からの攻めに対してはあまり機能しないということになって相手の王様をいきなり寄せるようなことがえー可能になってきますでえ2 5歩と突いたうちにえ同歩とはあのちょっと取りづらいということでまあこのようにこうあの角をなったり するんですけれども、まあ、それでこの瞬間にですね、まあ、同銀とかとあの、まあ、取れても考えられるんですけれどもここで、えー、あすみません、えー、2四歩と取って同玉とこの交換を入れてからですね一回大手をしてからこう戻したりするとこれはあの王様が今これあのむき出し状態になるんですね相手の左右の方が。 そうするとあのここの2二の地点にちょっと空間が空きますので次の先手の狙いとしては2二歩とかですねそうすると桂取りになりますので、まあ、桂馬を逃げて何かこう2一歩りとなって同銀となるとかなり相手陣が不安定な形になりますので,で、まあ、そういった崩しを生かして横,あの横からの攻めですね、まあ、飛車を使った横からの攻めをするっていうのは考えられます。 まあ、あのこのように、えーまあ、玉頭からこういきなり攻めていくことがあの可能にあの少ない持ち駒ですね可能になってきますのでこの辺り非常に有効になってきます。であのこうなった時に、えーとまあ、あの常にあの角が向かい合っているとは限りませんので、えーまあ、このように歩を突くと相手から角交換されてしまうということも、まあ、多いですのでそうするとあの すぐにこう玉頭からは攻めれないといった感じにもなりますのでまあその辺りは状況を見てということになります。で角、えーまあ、道が向かい合ってない時にですね何かこう歩をついて、えー、攻めていこうとするとあの単発ではなかなか難しいですね。これは歩と打っても同玉であの、えー 向かい合ってませんのでここの場合はととと捉えてあまり手がないということですねで一つ気をつけないといけないのは、えーとまあ、相手の、えー、弱点がですね左身の弱点は玉頭にあるって言ったんですけれども、えー、まだあの体勢が十分じゃない時にいきなりこう玉頭を、えー、攻めていくとですねなんかこう後でですね反撃されてしまうことがあるんですねあの歩を伸ばされたりしてですねで、えー、ここの地点が。 まあ、あの相手の攻めの拠点になってしまうってこともありますのであの、まあ、あのいきなり攻めていって、まあ、うまくいかないのであれば、まあ、玉頭にとりあえず手をつけるようにな手もちょっと危険になることもあります。で左身のに対して、えーまあ、先手のですねこの振り飛車側の王様の位置というのは結構大事でして。 今はここに王様がいるんですけれども左美濃に対するまあ、玉頭戦ですねこの辺りで戦いを起こすのであれば王様は実はこう一つ下にいいいいいた方がいいっていうこともかなり多いですですので、えー、とあの例えばですけれども相手が左美濃に組んできた時とかはあの美濃囲いの囲い方はえ2つあると、えー 以前初級編かななんかで、えー、話したと思うんですけれども王様上がって,って寄って寄って銀で金上がるこれは一つと言ったんですけれどもこれだとまあ左目の左見のに対してはまあ王様があの2八の地点にいるということになりますでもう一つの組み方としては王様上がって銀を先に上がってですね王様引いて金を上がるって言った、まあ、そういった話をしましたがえっ、ー、と 相手が左見ののの場合は、こままま戦うっていういも非常に多く見られます。例えばこのように歩を突いていって桂馬を跳ねて何かこう玉頭線に持ち込もうとするとですね、まあ、あのこの辺りの戦いですね持ち込むのであれば先ほど何かこうあの不意に攻めていった時に相手からこう反撃を食うこともあると言ったんですけれども今は王様はここにいますのでその時の当たりが あの相手の反撃の当たりがえちょっと弱まってるという意味があって王様を1段目ですねこの場所に置いたまま戦うっていうのもえ見られたりします。これは本当にあの状況を見てということになるんですけれどもはいその辺りがえーちょっとあの重要なポイントとえなってきます。あとはですねあの玉頭戦にえする時にですねやはりえと桂馬と歩だけではなかなかうまくいかないということであれば何かこう あのえー、まあ一緒に攻めてくれる駒が必要になっていくんですけれどもそういう時に、えーまあ、あの大事なのは、えー、一つは角ですすねの使い方が大事になってきます例えば今こういう状態ですねまあ飛車をちょっとどかす必要があるんですけれども、えー、例えばこういう感じでですね まあ、まあ王様が上にこういう,うに上がっててもいいんですけれども角を引いてこういう状態になってあのここにですね角を置いてここのラインを狙うっていうのは、えー、非常にこう有効な左見のに対して有効な手段と、えー、なってきますこうなると、えー、もう歩を一歩持ってるだけで非常に強力な攻めになります2五歩に、えー、同歩であれば2、えー、四歩 3三玉であれば2 5系が王手になってくると。で4二玉とするともうあの先ほどまで2三にいた王様が4二の方に行きましてさらに2四に歩が垂れてるこの負が拠点になりますのであの相手の王様はかなり弱くしたことがえ弱くしたというまあそういったことになります。なのであの玉頭線に持ち込むのであれば。 ここのラインの角というのが大事になってくることが非常に多いです。なのであの一概にこう試験飛車といってもですね常にまあ飛車を、えー、このですね、えー、6八の地点です、ね、に置いてでさらに 飛車を常にここに置いてさらに角をここに置いて、えー、と戦わなければいけないということではなくて相手の形、まあ、あの状況を見てですね、えー、まあその辺りこう柔軟にですね、まあ、こ,ういうこのように飛車を動かして角を引いて相手の玉頭を狙うとかそういった柔軟な発想が、えー、大事になってきます。あとはあのもしこう玉頭戦に、えー、しようとするのであれば。 このように銀冠に囲うことは非常に有効ですあの銀冠は以前初級編で話したと思うんですけども特徴としては銀がこの王様の上に来てますので,でまあ金もここにいてここのラインですね非常にあの強い囲いですのであの玉頭線に非常に威力を発揮しますなので銀冠に組んでたとするとあの 例えばこのように歩を突いて同歩としても相手が歩を伸ばしてきてもこれは同銀と取ることができますのであの安心してえこの2五歩とついていくことができます。でまあ更にこ,ういうこのようなですね、まあ、先ほど言った格納ラインを使った攻めとかがこう組み合わさると非常にこうあの相手に,にとってはえまあ銀冠でまあ玉頭線に強い格 あの形に囲われてるし角のラインも使われてしまっているということで非常に嫌な、えーえー、左見の方がですね非常にこう不安定な嫌な形になりますなのでこの王様あのこの辺りをですねちょっと狙われてるなというふうにまあで攻められるとちょっとかなり危険になるなっていうことであれば、えー、ここからですね まあ左身の側もちょっとあの対策としてはですね王様を1二に引いて2三銀3二金でまあ4二金とかあるいはまあこの歩がついていなければ4四歩から4三金3三角という感じでまあ銀冠にですね組み替えるというのも多く見られます。これはあの相手がまあ玉頭を,を狙ってるということであればやはりあの 玉頭に強い銀冠を居飛車側も組むということで対処しようといった、まあ、そういった意味がありますね。